16日の東京株式市場で日経平均株価が一時600円以上の上昇を見せ最高値の3万714円52銭をつけました企業の業績回復が株価を押し上げているとの見方がある一方実体経済を反映していないとして懐疑的な見方も示されています。 さらに今回の株価上昇の主役は中央銀行と外国人投資家であり一般国民は恩恵を受けていないとの意見もあります。こうした背景の中日経平均株価は午後2時40分ごろに一時3万321円46銭に反落その後わずかに持ち直し 3万450円7,000に収まりました。